死ぬバレンタインデーということですね。このゲーム、まさにタイトルにある通りバレンタインにちなんだゲームに違いないんじゃないかなと思います。これはですね、フリーのブラウザーゲームですね。概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひともバレンタインデーの日にですね、彼女、彼氏、それ以外愛人の方、不倫先の人の方、まあ何でもいいんですけど、愛を育むために使っていただければなと思います。始めていこうか。彼女の名前は大虎リリコ。百合のように美しい虎のように男の金を食い物にする美女が野獣で俺の心の陰魔。まあなんで明日投稿しないとね、明日バレンタインですからね、なんで明日投稿しないんかって思う方いると思うんですけど、明日バレンタインで愛を育む日です。ゲーム実況なんかしてる日もありません。進めていきます。そんな彼女が本日、彼氏の龍也くんのために友達の純ちゃんとバレンタインチョコ作りに挑戦。遅いんじゃないの、明日だよバレンタイン。料理経験って私たちないけど大丈夫、料理ってほら図画工作みたいなところあるし。チョコは簡単、溶かして冷やして固めるだけ。バカだな、テンパリング。溶かすの、へえ。隠し、あ、 BGM がすごいね、勢いがあるゲームなんだね。これは隠し味入れちゃおう。カレーとか、すごい実写みたいな絵だねこれ。すごくよく描けてると思います。面白そう。あいつチョコミント好きだったし、歯磨き粉入れとこう。まあ似てるもんね味が。 SNS 映えするの作ろう、チョコって茶色で地味だし。いいね、100均で蛍光マニキュア買ってきた。キャー超綺麗、バイバイ。萌え萌えキュンみたいな感じですね。完成したらインスタにあげ。インズダだった、スタ、わかんないわかんない、イン、多分これはあれだね、マクドナルドじゃなくてワックみたいな、そういう商品名、製品名というか会社の名前を出さないように隠してるんだね。アンパンマンじゃなくてアソパソマソみたいな感じです。女子2人、ミラクルキューティーダブルクッキング。数時間後、これ終わるのかな。バレンタインデー以外の日にやったらちょっと的外れなゲームなような気がするんだけど、楽しいねこれ。溶かして冷やしたけど次は固めるんでしょ。固めるもの、セメントかな。このゲームバレンタインゲームって調べたら出てきました、ありがとうございます。レジン液、洗濯のり、固める、点、なんだろうこれ、ところてんですか。いけるいける、料理ってほら図がこう、あれこれデジャブですか。えい、減るもんじゃねえ、この際全部入れてまえ。おーすごい、ここはお台場ですか。行ったことないですお台場。そしてバレンタイン当日、あ、これが龍也くんですね。純ちゃんがね、龍也くん、リリコさんが手作りチョコ渡すって。げバカな、男から金を搾取することしか頭のないあの女が男のために真心込めて手作りお菓子を作ると。とそう、溢れる邪心、読めない欲望、金の亡者の魔性女が、あ、漢字ばっか私苦手なんだよね漢字。 IT 社長から性も根も金も絞り上げてボロ雑巾のごとく捨てたあのクソビッチが、そう、ホストとヤクザを骨抜きにして飽きたら捨てる悪女が彼氏のためにだよ。し、信じられない、血も涙もない魔物のような人の心は、魔物にも人の心は宿っていたのか。人生何があるか分かんないね。なんだこの空気。これがリリコさんですね。初回から1話から登場してる魔性の女らしいです。お、俺に手作りってマジ。これパート1で終わるといいんだけどな、本当に。明日もやりたくない、私愛を育みに行くからね外に。あ、外行かない、ちょっとコロナが怖いんで。そうよ、2人で、2人とも食べて褒めて。わーい、ありが。お、なんか唐突に出てきたそばかす小僧だね。塩顔でいい顔だね、私結構好み。唐突に出てくる田中くん、あ、本当に唐突に出てくるんだ。お、チョコじゃん、一個もーれい。あ、田中くん、おお、すげえ、これ私の声じゃないです、入ってるね CV が。田中くんが死んだ、どういうことだ、何が入ってるんだよ、おい、逃げるんだよスモーキー。原材料はこれかな、食べられるのはカレーと歯磨き粉だけか。そう、とんでもないチョコだね。乙女チックにスリルとサスペンスあふれる殺人鬼作ってんじゃねえバカ野郎ということですね。た、達也くん、ごめんね、私ちょっと用事で山へしばかりに川へ洗濯に行かなきゃ。桃太郎ですねこれ。あ、おい待て、逃げやがった。
何よ、みんなして嫌がるのね。心を込めて作ったのに。そうです、愛があればチョコの味なんかどうでもいい。明日はそういう思いで好きな人にチョコを渡しましょう。チョコじゃなくてもいいんですよ、バレンタインって。わかったよ、お前のこと愛してるよ、真剣に。でも別れ際食べるよ。本当？絶対食べてね。だから今日は命いっぱい遊ぼうな。命いっぱい、新しい表現だね。これは形容詞として扱うのかな。命いっぱい、私も今後使っていこうと思います。幸せ、リュウヤ愛してる。そして彼女と別れ際チョコを食べた。俺は死んだ。もうちょっとだけ続くんじゃってことありますか。あ、これで終わりなんですね。なるほど、気分爽快、とても楽しいゲームでした。死ぬバレンタインデー、ありがとうございました。次回はホワイトデーでお会いしましょう。じゃあね。